ーニュースクールカンブリとシモネとカブとジュンです。よろしくお願いします。やってまいりました。こちらフットサルのコートでございますね。イエス、外だね、気持ちいい。いや、すごい晴れ、ね、じゃあ今からやるのはぐるぐるピピーゲー対決。いやなんか平成のバラエティって感じだよね。確かに、なんかヘキサゴンとかその辺の感じがありますけどね。じゃあですね、皆さんぐるぐるバットご存知でしょうか。はい、もう知らん人いないよ、はい、あれをしてからの対決になるんですけども。なるほど、の対決PK の対決ね。PK の対決、PK の対決になります。で、ぐるぐるは10回。ああ、ぐるぐるは、ぐるぐるは10回。キーパーとボール蹴る人どっちもしてもらいます、うん、なるほど、どっちもやるんだ。そう、どっちもぐるぐるしなきゃいけない、うん、なぜかというとゴールがちっちゃくてキーパー余裕だから。フットサルだよね。確かに普通蹴る側がぐるぐるしますけどね。そう、フットサル、だからキーパーもね、全力で10回回らないと守りに行けないっていう謎ルールだった。なるほどね、うん、はいはい、ということで、まあ、林が来たら林途中参加ということで、そのぐるぐるピーゲー対決やっていきましょう。それではレッツフットボール、フットボール第1戦目、まずはキーパーズ、私からいきたいと思います。キッカーはカームいきます。キーパー行くぜ。それ何？それでは、よーい、スタート、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、マジで危ない。よいしょ、いくぜ。次はストライカー頑張り。分け合わせすごい。結果絞れ、キーパー中。俺はサッカーも回るのも苦手です。その得意なのは今んとこ喋りも下手だよ。器用な手先のみ、シモレン選手。いや、俺コーヒーカップとかめちゃくちゃ苦手なんですよ。だから俺も知るかもしれん。果たしてシモレン選手は無事ボールを蹴ることができるのか。いいよ、準備満タン。それではいきます。よっしゃ、よーい、スタート。いや、これやばいわ、もう本当にやばい。大変面白いんじゃないでしょうか。地面を確かめてる。自分が今地球にいるのか確かめています。水平線の方が見てますね。ゴン。ということでナイスブロックでした、知念選手。まあまあまあ、スポーツをやってきた人間です。清き一票、清き一票ね。政治家になっている。スポーツと何をやってたんですか。学問を少々。メインでやれよ。学生だろ。まあ、こちらはですね、さっきとは逆回りにもあるという作戦ですね。バランスを取ろうと。はい。さあ、キッカー知念選手、キーパーが将来投げました。実況はドイツのカムリ。どうもよろしくお願いします。それでは
最初のルール参りましょう。せーの、1 9 10、 Let's go。 あ、ずいぞ。あこれはいける。それでは続きまして第3試合、キッカー林、キーパーハヤト、ファースタップのハヤト、パワー竹竹山筋肉や。日本代表には負けたくない、その一心でここまでやってきました。皆さんどうか清き票サッカー経験者の2人、さあこれはどのようなバトルが見られるか。はい、ということでバトルいきます。回っていただきます。せーの、さあ両者とも地に伏してしまって全く動けない状況ですけれども、さっきから絵面が一緒なの。さっきから全く絵が取れてますね。これはね、あの誇張なしでこうなるんだよな。さあ続きまして、キッカーハヤト、キーパーバイス、大丈夫ですか。それでは参ります。せーの、さあケツをこちらに向けて土下座しております相手選手。あんまりないですね、あの土下座のケツのが見える画角はね。あ、上がってきた。あー、何か。さあ画角外です。はい、ということでやってみたんですけれども、どうでした。サッカーの経験何も関係ない。イエスない。ということでね、半期間だけで、そう、これは半期間が強かったということですか。簡単に息が上がりますね、私はこれ。ダメですね、ちょっと。運動が不足しすぎて、むしろないね、今。まだ来てる。まだ来てるんですよ。まだぐるぐるが来てるということで。じゃあ、しゃべりかけないで。出ちゃうから。ということで、今日の動画面白かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価とコメント、よろしくお願いします。以上、ブースコーでした。ありがとうございました。I don't want nobody, baby.